エドワード・バーン・ジョーンズの1898年の絵画、アーサー・オーの最後の眠りの細部、ポンセ美術館所蔵。9人の魔女、あるいは旧姉妹とは、世界の神話のテーマで、一般的な9人の乙女の異形であり、アーサー・オー伝説に繰り返し登場する一団である。アーネスト・オール・カズンズの1912年の挿絵、安ン,ンにある魔法の大釜を守っている9人の乙女。 アンヌーブンの略奪では、異界の島アンヌーブンの9人の乙女の女祭司が魔法の大釜を守っているが、彼女たちの魔法には火を吹くことも含まれていたと考えられる。アーサーと彼の軍団の襲撃により大釜は奪われるか破壊されたが、アンヌーブンの乙女たちがどうなったかについては言及されていない。超自然的な9人の女性のモチーフは、 その他のケルトの異界の物語にも登場するが、これはおそらく古いケルトの宗教における女祭司の共同体と関連すると考えられる。イスタウィン軍の9人の魔女は10世紀の死、門番は何者かの一行で触れられる。死の中では彼女らをこの高地で殺害した部君は、会の最も偉大な功績に数えられている。イスタレウィン群がどこかは不明だが、スタントンウーアとそこにある。 ナインレデ,ディースとして知られる、ストーンサークル、あるいは、ポースジウェドと関連付けられると考えられる。ジョンとケイトリン・マシューズによれば、門番は、何者かで会に殺害されたと信じられている、女性たちは、実のところ、アンヌー文の略奪の異教の女祭司と、同一なのである。ノリス・ジェレーシーやジョン・ティー・コッホなどの研究者は、アンヌー文の略奪に加えて、世紀のブルターニュの例、 ビータプリマサムゼンイズの9人の魔女の姉妹と彼女らの母と関連づける。彼女の説明はアイルランドの女神モリガンと共通点がある。この作品ではドルのサムソンが凶暴な目つきの魔女で自身をテオマッハと称する姉妹の一人と彼女がロワールの島の森の中を飛んでいるところで出会う。彼女は彼の若い女妻の一人に攻撃を仕掛ける。 サムソンは悔い改めて改心するように言うが、彼女はこれまでの人生で成してきたような悪事以外を行いたくなかった。その後神の敵は逃げ去ろうとするが、サムソンはこの場に止まるように命じ、彼女を空中で全く動けないようにして、最後の機会を与えるが、彼女は救済の及ばないことを知る。サムソンは全く救いようのない女性を破滅させる、祈りをはじめ、祈りが終わるや、 皆や彼女は落ちて死ぬ。ダンテ・エブリエル・ロセッティの1856年と1857年の間の挿絵、アーサー・ーと泣く女王とト・ナクジたち。12世紀のジェフリー・オブ・モンマスによるマーリンの生涯では、旧姉妹が治めている天国のリンゴの島である魔法のアバロンの島が紹介され、モルゲン、ボーロノエ、マゾエー、グリーテン、グリートーネア、グリートン、 トゥーロのー、そしてティーテン、ティートン、あるいは二人ともティーティスという名前で、うち一人が、その際だったシュターンの腕前で、最もよく知られる姉妹である。姉妹は、彼女らが蘇らせることを望むタリエシンから、品種のアーサーを受け取る。美しく賢く、そして力強い彼女らの女王モルケンは、後のアーサー王伝説において、アーサー自身の姉モーガンルフェイになり、 自身が品種をアーサーをアバロンへ連れて行く。他の8人の姉妹はこのテキストのみに登場し、他の中世の作家による作品の中に、再び現れることはない。著者が、アンヌーヴンの略奪のような物語の他に、ブルターニュ沖にある、三島についての古代ローマの記述、一世紀の地理学者による、ポンポニウスメラに記述される途方もない魔力を振るう9人の、 諸女,女の女祭子が治める島に霊感を受けた可能性は大いにあり得る。他に関連する可能性のあるものはギリシャ神話のキルケイやメディア、そして9人のムーサである。ジェフリーのアバロンはアンヌンとも関連していて、モルゲンは初期の写本の一つではアンヌンの女神とさえ呼ばれているのである。また、アバロンの島に住むモルゲンを加えた旧姉妹の数は、 三位一体の3倍の数としてケルト神話の戦女神と共鳴し合う。九人の魔女は最後にマビギオンの一編エブラークの息子ペレドルの物語に登場する。その中でペレドルは物語の前編を通して多くの敵に直面する。しかしながら彼は最終的に真の敵がグロスターの九人の魔女としても知られるカエルロイウの魔女。 すなわち悪意あるカイルロイウの9人の魔女、あるいは輝く要塞、後のグロスターとされるであることが明らかになる。ここでは彼女たちは恐ろしい戦いと魔法の支配者であり、ブリテンを恐怖へ陥れ、彼女らの邪悪な行いがペレドゥルの王子の王国を荒廃させた原因だった。これはアーサー王の聖杯伝説の異文の一つであり、 聖杯を探す代わりに滅ぼすべき悪しき魔女のもたらす、厄災を取り除く役割を担う。魔女は、国衣の未婚の老婆の一団で、敵に寝返ったペレドゥルの恩人として、物語に登場し、自分たちの住みで彼が過ごす時には自分たちと同じ力を与えすらする。しかし主題はかつて血縁者を傷つけた彼女らへの、ペレドゥルの気乗りしないものの、いずれ下さなければならない復讐である。 ペレドゥル自身は三度降伏する機会を与えた後に、魔女の蝶を打ち負かしただけであるが、彼の行動が呪文の魔力を打ち破り、あるすると彼の部下たちは残った魔女を殺戮し、速やかであったために、魔女は誰一人として生きて逃れることはできなかった。冒険の比較的早い頃、ペレドゥルは山にある城を見つけたが、城の女主人は、城の周りの土地が征服されている様と、 あまりに強大な力を持つために誰も止めることのできない恐ろしい九人の魔女に襲撃されていることを語り、翌朝には城が彼女らの一人に奪われてしまうだろうと言った。しかしペレドゥルは助力を申し出て夜明けに城にやってきた女魔法使いのヘルメットを一撃で粉砕し猛烈に攻撃して制圧した。彼は住んでのところで彼女を殺害するところだったが、 彼女が許しをこうたため、城の女主人の承諾を得てから彼は女魔法使いが自分の土地に戻り、彼女と彼女の姉妹が二度と女主人の領地で問題を起こさないと約束するならば命は助けることに同意した。そして彼は助けた魔女と一緒に彼女の宮殿のあるカエル、ロイウに向けて出発した日をするが、それについての描写自体はない。ペレデルは 魔女の宮殿に訓練が終わるまで3週間滞在し、そして彼は自分で選んだ馬と武器を持って彼女たちの蝶に送り出される。この物語の原型の終局でペレドゥルは謎めいた首について知るが彼のいとこの一人のものでペレドゥルは魔女と出会う前に彼を目撃していたのだった。彼の入姉妹は魔女が彼のいとこを殺害し呪いで叔父の足を不自由にしたと訴え、 ペレドゥルが復讐者になることは運命づけられていると語る。ペレドゥルと年上の仲間のグワルフフマイは、アルスルの軍団をこの難行に召集し、ペレドゥルは魔女の問題を処理するために彼らを変えるロイウへ導く。続いて起こる決着の場で、ペレドゥルは無敵と思われる魔女の蝶が、アルすルの戦士を一人、また一人打ち倒すのを見る。 ペレドゥルは彼女に辞めるように言い、戦いを終わらせて降参するように訴え続けたが、彼女は聞き入れず、三人目を殺したところで、ペレドゥルは、ついに自分自身で争いに加わり、力強い一撃で彼女を撃ち倒した。今はの際に彼女は、他の魔女にペレドゥルこそ彼女らをすべて殺戮すると、予言されたものだから逃げろと大声で叫んだが、あるすると他の者たちが突撃して逃げる。 女たちを追い、最後のものにまで追いついて剣にかけた。物語では、カエルロイウの最後の戦いで彼女たちが滅ぼされた、際に魔女が何人集まったが明らかにされていないが、彼女たちとペレドゥルが初めて出会った時は9人よりも多かったかもしれない。ジョン・リースによると、言及はされていないものの、性別の異なる多くの同盟者と、彼女たちは、 強大な勢力を集結していたに違いないとしている。いずれにせよペレドルの仇討ちは完了し、彼は大いなる魔術に苦しむ王国を解放する役割を果たし英雄として称賛され、今や魔女は全滅したために彼自身が彼女らの魔法の秘密を保持する最後のものとなった。しかし勝利の後、彼のおじに何が起こったのかは語られない。アーバン・ティー・ホルムズ2世は、 魔女の死により王は魔法から解放されたと推測し、逆にアーサー・エドワードへとは王は癒されず、すべては無駄になったと推測する。前述のサムソンとカイの物語のように、フリント・カイ・ジョンソンによれば、このロマンスは5世紀から6世紀にかけて、キリスト教徒によって行われた、ケルトの異教信仰の根絶の残響であるかもしれない。ディラビー・マホニーは魔女たちを、 支配体制を取り戻そうとする古い秩序の支持者を象徴するのではないかと推測する。マビノゲオンのキルフとオルウェンもアルスルのカエル、ロイウェの攻撃を主題としているが、この物語では、城の防衛者は男性である。アルスルも、また黒き魔女を追跡して捕まえ、彼女が自身を殺そうとした、アルスルの部下を繰り返し攻撃した後に、彼女を真っ二つにするが、これは、 ベレデルが帰るロエルの女王をどのように殺害したかを思い起こさせる。さらに物語の一部はアイルランドの神話的英雄空風ンが女戦士スカー派を打ち負かして脅迫した後戦い方を教わったことやスカー派の敵オイフェを除名するが強姦し数年後に二人の間に生まれた息子と戦って殺害することになる物語と類似している。ノーマ・ローレグッリーチは この主題を、スコットランドの魔法戦士の儀式と結びつけ魔女の長を、アーサーのイフアネのジョー・モーガン・ルフェイの人物像と、関連づける。ロージャー・シャーマン・ルーミスは、著者が魔女・モーガンを念頭に置いたか、あるいは著者とジェフリー・オブ・モンマスの両者が、より古い伝承の、同じ財源から取った可能性がある。翻訳。ありがとうございます。